はい、どうもアロドラと申します。今回はね、このスライムランチャーというゲームをねプレイしていきたいと思います。よろしくお願いしますと。まあね、ちょっとウィンターセールの方でね、お安かったので試しに買ってみた感じですけれども、割となんか内容的に面白そうなんだよね。価格はそんなに高くないんですけれども、というわけで、早速プレイをしていきましょうか。これ、視覚やオーディオ、効果音、マウス感度とかあるんだ。マウス感度。アナログスティック入れ替え。はあ、なるほど。デッドゾーンってなんだろうな、あれ。はい、というわけで、とりあえずやっていきたいと思います。で、DLC の管理とかあるけど、ギャラクシープレイセット、クロマパックルビー、なんかいろいろあるみたいですね。まあちょっと進んで必要っぽいと思ったらちょっと買ってみましょうか。はい、というわけで、初めからアイコン選ぶのか、どれがいいかな。なんかこのメタルスライムっぽいやつでしょ。で、ゲームモードが3種類。不思議がいっぱいの惑星ハルカーナを自分のペースで探索しながら、スライムランチャーライフを楽しめるモード。ランチャーはハルカーナ星で暮らす牧場主のこと。スライムを飼育して牧場を発展させよう。カジュアル。タールスライムってなんだろうな。タールスライムの出現なし、アドベンチャーモードをさらにまったり化したモード。ラッシュ。制限時間内にできるだけたくさんニューバックスを稼ごう。アドベンチャーが多分一番無難なのかな。アドベンチャーがノーマル、カジュアルがイージー、ラッシュが、まあ、時間制限がついて少しハードモードみたいな。そんな感じなのでしょうか。とりあえず名前何にする？アロドラ。名前入れるの微妙やな。どうしようか。あれ？あれ？ちょっと待って。聞かなくなってるんだけど。キーボードが聞かない。マジで。どうなってんだこれは。初めから。待て。聞くようになった。メタルスライム星。あ、無理か。メタルスライムでいいや。あ、しまった。メタルスライム。OK。じゃあ、早速やっていきましょう。決定。ゲームファイルの名前は1から24文字にしてください。1から24文字。鳴ってない？なんでゲームが入ってた？なんかたびたびキーボードが効かない。ちょっと待って、ゲームができないぞ。メタルだけにしてみよう。あ、いけた。地球からはるか1000光年離れた惑星ハルカーナ、ベアトリクス・ルポーのスライムランチャーとしての新生活が幕を開ける。ほう。まずチュートリアルかな。動いてみよう。はい。うわー、なんかちょっと、スティックの感度が高いな、これ。ジャンプとダッシュをしてみよう。ジャンプ、ダッシュ。ダッシュがこれか。ほう。
バキュームを使ってみよう、バキュームにアイテムを吸い込んでバキュームタンクに保存できるぞ。これか。お、ピンクスライム。吸引力の変わらないたった一つの掃除機みたいな、スライムをゲット。早速スライムを飼育してみよう。牧場のゲージにスライムを入れるときは、あ、牧場のゲージじゃない、ケージだ、ケージ、ケージにスライムを入れるときはケージの外がバリア越しに打ち込めば OK だ。バリア越しに打ち込む、ほい。これでいいの？よかったの？次のが何も出ないけど。はい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 、とりあえずやっていってる。おいしい餌をゲット。野菜や果物やニワトリはスライムに食べさせる餌だ。ピンクスライムめがけて餌を打ってみよう。雑食だから何でも食べるぞ。ほう、はい。やっべえ、スライムやっべえ、ニワトリ食った。これなんだ。スライムブリッドをゲット。餌を食べたスライムはブリッドを出すぞ。回収したブリッドはブリッドマーケット端末で換金しよう。はあ、なるほど。とりあえずスライムをいっぱい、ああ違う、ピンクスライム、でなんかこっちにあるな。プリットマーケット。牧場で生産したプリットはプリットマーケットでニューマックスに換金できるぞ。プリットマーケット端末にプリットを打ち込んで換金してみよう。打ち込めばいいのこれ。ほう、打ち込んだけど何かなった。これで基本はバッチリ。以上で新人研修は終了。あとは自由に冒険してみよう。成功への近道は失敗を恐れないこと。いろんなことをどんどん試してみよう。はいはいはい、これまず押していく。あ、なるほど。変えるようになると、というと、スライムをガンガンまずは、捕まえていって、で、ほい、で、餌となる、まあ、ニワトリかわいそうですけどね。差出人スターメール、差出人ケーシー、ハウスに戻って確認しよう。メールが届いた。まあ多分 NPC だと思うんですけど、あ、これか、スターメール、これ主人公だよな。スターメール、おはよう、ケーシー。あ、なんか2つ届いてる。ようこそ、ハルカーの精鋭、7Z コーポレーション。ルポー様、この度はハルカーの精鋭の移住歓迎のご挨拶をさせていただきたく、ご連絡いたしました。ようこそ、スライムランチャーとしての新生活のスタートを切ったあなたに、弊社からもサポートの手を差し伸べさせていただきます。サポートの手、差し伸べ完了。ちょっと、そこ行っちゃう？なお、到着後最初の数日は牧場の外では特に慎重に行動してください。ハルカーナ製の新しい環境になれるまで夜間の外出はお勧めしません。なんか、マインクラフトと同じような感じで、なんかちょっと強敵が出てくるとかそういう感じなのかな。おはよう、ケイシ。ベアトリックスへ。1年も眠り続けるってどんな感じ？夢は見た？なんか全然想像つかないな。 7Z コーポレーションの人たちにポットに入れられてからそっちに着くまでずっと目が覚めなかったんでしょ？信じられないよ。ハルカーナ星はどんな感じ？もう探検してみた？空気はいいって聞くけど本当？もっと綺麗なところなんだろう。きっと綺麗なところなんだろうな。もっとってなんだよ。ごめん、質問攻めにしちゃった。牧場の仕事で忙しいよね。そこが本当にベアトリックスの牧場になっちゃったなんて未だに信じられないけど、やること山積みだと思うからこの辺で頑張って。なるほど。じゃあ、とりあえず夜まで行動していくっていうことでいいのかな。お、ピンクブリッド落ちてるけど、これがフォレスト費用。
なるほど。最初稼いでいって、で、新しいエリアとかをどんどん開放していかないといけないのかな。スライムエリアに登録、ドライフリーフ。どれだ？ドライフリーフ、これか。しかし、別に吸い込むこととかできないんだよな。とりあえず今、スライムはいっぱい。ごきげんよう、ベアトリックス。私はホブソン・ツイルガーズ。スライムランチャー兼探検家だ。君に譲った牧場の元所有者でもある。よろしく。ずいぶん長い間、スライムランチャー生活を続けてきたが、もう一度だけ冒険に出たい気持ちが抑えられなくなってしまったな。旅立つ前に見納めとして、愛するハルカーナ星の各地を回ることにした。老いぼれの独り言を書きつけたメモをあちこちに残しておくが、から、気が向いたら探してく、読んでくれたまえ。では、次のメモでまた会おう。H。ほう、なるほど。H はイニシャル、ホプソンですね。はいはいはい。とりあえず、鶏を探さないといけないんだよね、多分。鶏どこにいるんだ？鶏、餌を探す。スライムだけはいっぱいいるんだけどな。スライム、とりあえずピンクスライム、ガンガン吸い込んでおくか。ピンクスライム、これ全部溜まったら何かなったりとかすんのかな？吸い込む。はぁ。これは吸い込めない。まあでも、なんか、高台とかに登るのに使えそうなのかな。もしかしてこれ。とりあえず持ってってみようか。で、ここに置いてみる。特に役に立つわけではないな。よいしょ。というか、よく FPS とかで振り向き何センチとか言われるけど、結構。あ、これ餌なんだ。ザロフルーツ。人参とかも。じゃあ、とりあえず、餌は、なんか、お腹減ったみたいな感じとかあるのかな。ピンクスライムもうマックスになってるな。よし。放出しに行こう。これとんでもないことになるぞ。これ全部出すの。スライム、ピンクスライムを出していこう。よいしょ、よいしょ。これ新しいスペース開放とかどうやるんだろうね。あ、やっぱ買わないといけないんだ。ほい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 。これやばいな。おい、ザロフルーツだぞ。ちょっと待って、ピンクブリッド吸い込めねえんだけど。あ、吸い込めた。いやー、どうなんだこれ。あんまりピンクスライム、よしよしよしよ、とりあえずそこにいなさい。でピンクブリッドを換金しに行くと、撃つでしょ。これの繰り返しか。はい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 。371だんだんアップしていくのね。とりあえず、なんだろう、お腹減ったから何か起こるとかそういうのはないのかな。とりあえず、まあ、好きな時に、ご飯をあげるだけでいいみたいな、そういう感じなのか、もしかして。だったらすごい楽だな。とりあえず餌を探していかないといけないよね。人参がある。人参はあるけど、もうとりあえず今のところスライムはいいな。あんだけいるからな。と
りあえずまずは人参集めていきたいな。人参、これが人参のなる木でしょ。うわ、なんか液体が落ちてますけど、何ここ。とりあえず人参をいっぱい。お、スライムブリッドが、スライムブリッドじゃない、ピンクブリッド。よしよしよしよ、これで、いろいろピヨピーピヨピー、うっそ、まさかこいつ食わせるの、残酷だな。じゃあとりあえず戻ってみますかね。ザロフルーツとピンクブリッドとか、なんだこいつは、吸い込めないぞ。ん？なんだ？合体した？合体した？なんかすげえでけえやつがいるんだけど。なんだあれは。ピヨピー。ちょっとあいつ捕まえてみたい。でっけえ、超でけえ。というか、やばい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 。なんだこいつらは。ラルゴ体発見。スライムは自分と異なる種類のスライムのブリッドを食べると、ハイブリッドのラルゴ体に変化する。ラルゴ体、あ、ブリッドで変化するんだ。じゃあブリッド置いとくことも、まあ必要っちゃ必要なのか。え、あ、ノックアウト。1日休めば復活できるだろう。マジで。うわー、あ、しかも全部、え、ゲットしたアイテムがなくなってる。なるほど、え、全部消えてしまうのか。それは大変だ。じゃあピンクブリッド置いといたら、こいつ勝手に食って進化するってこと？わからんな。とりあえず、2つだけ置いといてみるか。じゃあもう一回、これはなんだ。ソーラーベストお願いしていいかしら。もちろんお礼は弾むわ。何をお願いしたんだ、何をお願いするんだ。その肝心の内容が聞けてないんですけれども、とりあえず1日経過したということで、こういうのも人参とかも復活してんのかな。復活してるわ。よいしょ、ピンクブリッドとか。というかね、HP の概念が一応あるっぽいんですけれども、この HP は何なんだろう、どこでどうやったら減るんだろう。さっき水の中落ちたら、一気にまあゼロになったみたいな、そういう扱いなのかな。スライムたちが今のところ、このピンクスライムに関しては攻撃とかはしてきてないよね今のところ。さっきのところだな。これで進化とかどんどんしていくんでしょ。進化体出てきてほしいな。よいしょ、とりあえず戻ろうか。まずは餌か。ここ取ったやつかな。取ったやつだね。あ、なんか下にも行ける。なんだろうこれは。落ちてしまったけどいいのかな。高低差でダメージは受けないみたいだ。なんかすげえでけえやつが1個いるんだけど、何あれ。人参吸い込んどこ。どうした君は。
ピヨピー出そう。吸い込めねえな。これどうすればいいんだ。ダッシュブーツ、最先端のファッショントレンドを取り入れたハイテクブーツ。ダッシュ時のエネルギー消費を抑えられる。ダッシュ時のエネルギー消費、まあダッシュ使わなくても基本移動が結構早いからな。使う必要あんのかっていう感じ。ああ、ダッシュ、あ、なるほど、減っていくのね。あ、で、少し経つと回復する。なるほど。これ上に登れない、登れないな。なんだこれは。マップか。うわ、結構広いぞ。マップデータをゲット。あーん、これで見れるようになると。よし、トピースライム、新しいスライムゲットした。タビースライム、こんなところ洞窟みたいなところもあるな。これは何だろう、まあ、とりあえず一回帰るか。よいしょ。で、入れていく、入れていくというか、まあご飯をあげていく。めちゃくちゃ落ちてんだけど、ザローフルーツがいっぱい落ちてる。え、何あれ何あれ何あれ、あいつ敵かな。なんか敵っぽいよね。なんか水が出てるよ。だわ。そうか、これでダメージを受けるんだ。へえ、なるほど、オッケー。つまり、ピンクスライムは進化前というか、あんまり進化してない時、こういう初期状態の時はダメージを受けず、で進化が進んでトゲトゲがこう生えてくるようになったら、ダメージを受けるようになるみたいな、そういう感じかな。とりあえず牧場をね、いろいろこうグレードアップさせていきたい。ダビスライムを1個入れておこう。はーい、食うんだー、食いまくれ。人参、ピンクブリッドいっぱい進化したな。めちゃくちゃいるけど。とりあえずお金が欲しいんだよね。あ、あ、やべ。ほい。戻す。ね、ピンクスライム、こっちだ。これはいいのだろうか。戻す戻す。ボン、もう入らなくなってんだよね。よし、じゃあ、あ、これなんだ、ウォータータンク。なるほど、いろいろピンクブリッドが溜まってったかな。お金をどんどん。よし、これでどんどん発展をさせていこう。で、罰をして、畑とかあるな、囲っておけば一安心。サイロ、あの世に持っていけない財産もサイロにしまっておけば安心。いけいけ、ちょっと説明文もうちょっとなんとか、なんか何かなかったのか。他に焼却マシンとかある、いらないものは廃にしよう。とりあえず今はケージがね、すごく必要だと思うんですよね。
よし。ケージ、2つなんかまとめて、やったりとかできないのかな。こことかもできるけど、とりあえず、こっちとこっちに作っておくか。ケージ。で、ピンクスライムはピンクスライム用にと分けた方がいいかな。あれ、さっきの灰色のやつがなくなってるわ。とりあえず今餌だな。餌をどんどん上げていかないと、お金をまず稼がないといけないな。よし。じゃあ、また再度冒険の旅。ザロスフルーツ残ってんな。ザロフルーツ残ってるから、あげていこう。とりあえず空にしてね、いっぱい持ってくるのが一番いいかなと。お食べ。ピンクブリッドも今はいらないな。ピンクブリッドとかも空にしていった方が多分いいだろうな。よし。オッケー。畑はおいくらでしたっけ。畑が250か。畑もここでちょっと栽培しておくと便利かもしれない。1区画ぐらいあってもいいかもしれないね。よしよしよし。で、人参をゲット。で、ザラフルーツ。おい。ピンクブリッド、ここら辺とかにも結構落ちてるからな。割と稼げる感じか。地道に稼いでいけば。何を手に入れた？ピンクスライム丸まって動かんかったな。とりあえず今は、よいしょ。ピンクブリッドもゲットしておこう。ピンクスライム、君は今いい。よいしょよいしょ。出たぞ、あの攻撃を与えてくるやつ。危険だな、このスライム。洞窟がある。この洞窟では落馬があったようで、最初に見つけた時は入り口が塞がっていた。この先にいるスライムたちの機嫌が悪いのはそのせいで、長い間餌にありつけなかったせいかもしれん。いずれにせよ彼らの晩飯になりたくなければ餌を与えて落ち着かせることだ。へえ、なるほど。気が立ってるのね。まあでもかわしていけばなんとかなるでしょう。かたくなに餌を与えないというわけではないが、とりあえずね、自分の飼ってるスライムを優先させていきたいので、やばいな、落ちたら死ぬ。また12時間。時間を進めるのって何かあるんだろうか。青いやつが出てきた。なんだあれ。ロックスライム。なんかちょっとレアっぽいスライムはどんどん取っていきたいな。私が地球で暮らしていた家の敷地の端にもこれとよく似た峡谷があった。いつからそこに生えていたのか誰も知らず、周りの景色はどんどん変わっても変わらずそこに立っていた。だがある日とうとうその木が枯れ始めてな。何、ごく自然なことだ。おそらく寿命が来たのだろう。だがその時私は気づいてしまったのだ。何もしなければ私もこの木のように同じ場所で一生を終えることになるのだとな。それは私には耐え難いことだった。そしてその翌日、私はハルカーナ聖域のチケットを買ったのだ。なかなか結構チャレンジャーな人ですね。ロックスライム、青いスライムをいっぱい。ロックスライムって石を食べるのかな、もしかして。この水とかも気になるんだよな。よいしょ。ピンクグリッドいっぱいレベルアップしてる。どんどんレベルアップしていくぞ。よし、戻ろう。
牧場がだいぶ遠くまで来たな。こういうのとかは吸えない。よいしょ。ピンクブリッド落ちてる。ピンクブリッドとかでも結構お金になるよね、やっぱり。よし、マックスまで。まずはお金で、牧場の改造をしていくのが多分第一優先だと思うので、上に戻ってきたのか。ここペチャって音がした。可愛いのかキモいのかよくわからんな。スライムってどんな感触なんだろうな。触ってみた。まあね、ちょっと結構昔なんですけど、なんか、何々スライムとか言ってガシャとかでね、ちょっと売ってたやつとかもあったりしたんですけど、まあ、練り消しとか、あそこら辺、あ、練り消しはちょっと違うな。懐かしい。相変わらずここカオスやな。これ、ロックスライム入れておこうか。よいしょ。で、ザロフルーツをいっぱい。とりあえず進化させていこう。人参とかもね。成長した音がしたな。オッケー。ほい。進化しないのかい？何個かでかいやつができてるけど。カオスすぎる。ピンクスライム。あまりにも多すぎるとやっぱちょっと邪魔だな。でも進化にも必要になるから、悪くはないんだろうけど。よいしょ。やっぱこうでかい方が何かメリットがあるのかな。外れてる。結構うまく狙わないといけないな。よいしょ。オッケー。で、いろいろ買っていきたい。とりあえず形状をどんどん、サイロとかいろいろあるけど、ここら辺は全部形状にしよう。で、畑とかそういうのは、こっち、主人公の家の隣にあるから、こことかに作っていこうかな。ここ、二つスペースがあるからね。どうしようかな。じゃあ、養殖ケージ。培養土、モスブランケットで取れる、なんて読むんだっけこれ、あんま詳しくないな。まあ、いいや、スプリンクラーとかいろいろ。スライム用かかしがすげえ気になる。タオルスライムに似せたスライム。あんまりちょっと農業用語みたいな感じの詳しくないからな。とりあえず畑を購入しておこう。ここにデポジッターに野菜か果物を一つ打ち込むと、その作物をたくさん栽培できる。あ、まず最初が必要なのか。ああ、でも、もう足りない。また冒険に出ないといけない。ちょっと待って、夜は歩くと危険で言ってなかったか？あ、これ。これが依頼ってことか。あと15分じゃないか。ロックスライム6匹と、ピンクブリッド。
なんか夜は危険だって言われてたけど、ちょっと行ってみようか。なんだこれ、すごい気になるので持って帰ってみよう。ピンクのやつだが、あそこに入れとけばいいな。ほいよ、なんか変異種っぽいやつ飛び出たー。大丈夫かこれ、逃げないか。なんか変異種っぽいやつ、なんか羽生えてるから逃げそうな気もするんだけど、なんか明らかにでかいやつ増えてってるな。あ、脱走しようとしてる。大丈夫か、大丈夫ならいいんだけど。でかいやつ、でかいやつはこっちに。はい、これ植木になるな。なんかジャンプで飛び出そうな、そんな感じもするんだけど。出てきたんだけど、ちょっと脱走の恐れありか、もしかしてこれ。あ、は、は、なるほど、改造できるの。あ、それやってかないといけない。あ、なるほど、ロングバリアしないといけないんだ。なんか畑とか作ってる場合じゃなかったな。まずは、ジャンプ力のあるスライムを逃がさないように、上の方までバリアを作っていかないと。この羽根付きのやつなんだろうな、レアっぽいけど。ピンクブリッドを集めていく。とりあえず夜普通に活動してますけど、夜が危険って言ってたのがなんだろうな。こいつもゲットしとこう。ロックスライム必要だよね。敵がいるな。うう、まあ確かに危険か。でも体力も結構すぐ回復するっぽいな。大丈夫じゃない？よし。オッケー、ピンクブリッドも集めて。ん？何あれ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 ？ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばいやばい。ちょっと他のピンクスライムみたいな感じで。俺もビビってんだけど。何？あいつが現れるってこと？うわー、ちょっと待って、ピンクスライムがめっちゃ食われてってる。あれは一体何なんだ。あ、やばそう。なんかこっちまで来られたらやばい。多分きっと強いんだろうな。今はまだやめておこう。いるんだけど、夜がやばいって言ったのはあの変異種のことかな。変異体みたいなやつ。おお、なんかこうあれだね、このスライムランチャー、スライムがピコンピコンってこう進化していく、あれを見ていくだ、あれを見とくだけでも結構楽しい感じですよね。よいしょ。はいはいはい。とりあえず、まだ全然、畑は完成ってあるけど、とりあえず、とりあえず、ロックスライムをこれ、打ち込めばいいの？ロックブリッド。
は打ち込めない。まあそうか。で、畑、畑に1個打ち込んどくといいんだよね、これ。って言ってたもんね。よし、栽培中。頼むぜ。人参を。で、とりあえずロングバリアが欲しいんだよ。ロックブリッド。まだ微妙に足りねえな。逃げ出してんね。だいぶ逃げ出してる気がするな。探していかねば。とりあえずあのロックスライムとあと餌が欲しいんだけど、なんかちょっと夜あんまり素材がない感じがするな。一回寝た方がいいのか、もしかして。寝た方がいいのかもしれないな。よいしょよいしょよいしょ。というかもう結構いい時間になってるな。よし。じゃあ、ここにらで一旦切りましょうかね。スライムランチャー、まあ、やってっかな。面白いわ、これ結構。よし。じゃあ、とりあえずここで一度切りたいと思います。スライムランチャーね、内容的に、まあ、科学体的にね、単発かなと思ってたんですけど、まあ、続きものっぽいね。まあ、自分単発、続編ものとか、結構やってますけど、なんか中途半端にこう終わってたりとかするんですけれども、なんだろう、まあ、今、カップヘッドとか、ホローナイトの方は、あ、まあちょっと違うゲームの話になっちゃうんですけど、カップヘッドはね、ラストの、なんだろう、サイコロのやつが、ちょっとクリアできなくて今、かなり時間を要してます。で、まあ、取れるまでお待ちくださいっていうところですね。で、ホローナイトの方は、ちょっとね、調べて、次の場所を調べていく、行きたいんですけれども、なんだろう、ちょっと探索に割いて、そこまで行って、で、うっかりボスのところに入っちゃうっていうところは、まあ、微妙に避けたいので、ちょっとマップ、まあ、だけは見てるんですけど、マップ攻略サイトを、の、ネタバレを避けつつ、まあ、マップ、ボスのいる場所とか、こう、調べる作業の方がね、優先しちゃって、ね、今、調べるだけで今終わってしまってるみたいな感じで、なってるんですよね。なので、どっかでちょっと時間をとってね、やりたいと思うんですけど、自分のスタイルとしては、やっぱちょっと平日の夜とかね、やっぱちょっと、他の部屋とかに人がいるんで、あんまり実況とかできないんですよね。で、撮るとしたら、まあ、結局、仕事が休みの日になるんですけれども、まあ、仕事が休みの日の昼間とかに、なんかこう、3つか4つ、5つぐらい、こう、ずっと撮りだめして、なんだ、オールナイト、あ、オールナイトしただけ実績解除されるのか。すげえな。で、まあ、とりあえず、なんだろう、まあね、上げる分が、動画上げない日とかあったら多分、なんだろうね、休日、1日か2日とか、まあ、休みがあるんですけど、まあ、休みがあるのは当たり前ですね。その時になんかちょっと、割とよく起こるのが、フォートナイトとか、あそこ、リング・オブ・エリシウムとか、そういうのをプレイしてる時に、なんだろう、うまいのが取れなくて、で、ボツになって、なんか動画のストックがなくなるとか、結構よくある感じなので、まあ、上げないときは取れなかったんだなと思って、察していただけるとありがたいですね。はい。というわけで、まあ、ちょっと後半というか最後の方、関係ないことをめっちゃ喋ってしまいましたけれども、スライムランチャーの実況ね、まあ、ポツポツと続けていきたいかなと思いますので、また次回も見ていただけましたら幸いです。では